今日はただいま司会者にお読みしていただきましたエペソ人への手紙の第3章14節から21節までを通して神様の恵みを共に分かち合っていきたいと思います。今日は、聖書の御言葉の中に特に14節から始めたいと思っております。14節に目を留めていただきたいと思います。13章の14節でございますけれども、こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という、呼び名のもとである御父の前に祈りますというお言葉です。こういうわけで私は膝をかがめて祈ります。パウロは今このローマの獄中牢屋の中から手紙を書きながら、その筆を休めるようにして祈っているんですね。冷たい牢獄の中でエビソの教会の信徒たちのために熱い祈りを捧げています。膝をかがめて祈るとこう言っております。普通ユダヤ人の人たちがお祈りをするときには立って祈るんです。しかしパウロはここで膝をかがめて祈っているということです。そうせざるを得ないような切々なる思いがあったということをここから知ることができますね。イエス様もですね、先ほどもこの集会前にスライドが出されておりますけれども、その中にもありました中にゲッセマネの祈りっていうところがありますね。そこでイエス様は膝をかがめて祈っておられたということがわかります。最初の殉教者でありましたステパナという人がこの命を落とすときにですね、お祈りをしたときに彼は膝をかがめて祈ったとあります。普段は立って祈るんですね、ユダヤ人たちは。だけども本当にその祈りが切なる祈りとなってきたときには、もう立って祈るというような余裕がないと言いましょうか、よりも本当に神の前にその祈りを捧げるためにひざまずいて祈ったんですね。実はね、私たちのチャーチボコットの教会の川崎教会ですけども、祈祷会の時にはですね、最後にお祈りする時はね、みんなこう席にこう座ってたのか、そこから降りてですね、ひざまずいて祈ったんですよ。今その習慣なくなったんですよね。一番最初の頃、私どもが若い時に教会行った時には、祈祷会の時にこうして説教、祈祷会の前に説教があるんですけども、説教終わってそれではお祈りしましょうということになったら、みんなその床にですねひざまずいてお祈りしました。ひざまずいて祈る、これがパウロの本当にその何が祈らなければならないかということの内容だったと思うんですね。祈りの要点はですね、課題は4点ありました。まず第一に16節にね、第一点はあなた方の内なる人が強くしてくださるようにという、これはエペソの教会の兄弟姉妹たちのことをですね、本当に一人一人が内なる人が強くされていくことができるように、まあ本当にそういう意味では私たちの 霊的な強さというか、心の強さといいましょうか、そういうものが強くされていくようにということが一点でした。第二点は17節にありますけれども、キリストがあなた方の心の中に住んでくださるようにということでした。これが第二点。
イエス・キリスト様あなた方の中に住んでくださるように。ですからということはいつも心の内にイエス様を思い、そしてイエス様のことに思いをいたしていくことができるようにということだろうと思うんですね。まあ内住の主っていうのは特にイエス様、パウロの特別な言葉ですね。で第3番目はですね、私たち、18節のところですが、私たちがキリストの愛のすべてを理解することができるようにということです。これが第3のポイントでした。そして第4のポイントは19節にありますけれども、私たちの願いや思いを超えて神の技を行うことができるように、信徒の一人一人が、別府の教会の一人一人が、私たちの思いを超えた、あるいは考えを超えた、妨害のという言葉がありますけれども、そのような神の技を行うことができるようにということでした。今朝は伝道集会でもありますのでですね、第一と第二のことはまた別の機会にですね、第一のポイント、第二のポイントは別の機会で取り上げることができるかと思いますけれども、ですね、第三のポイントに中心を置いてお話を進めていきたいと思います。第三のポイントとは、キリストの愛のすべてを理解することができるようにということです。そこでまず第一に見たいことですけれども、神の愛の全幅ということです。神の愛の全幅、すべての幅と言いましょうかね、全幅って。18節に目を留めてください。18節に。すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、というパウロがエフェソの教会の兄弟姉妹たちのために祈っていることは、この教会の兄弟姉妹たちが本当に神の愛、あるいはキリストの愛といってもいいですけれども、神の愛の広さ、長さが、高さ、深さがどれほどであるかを理解することができるようにということです。神の愛のすべてを理解する、なんということは私たちに一体可能なんでしょうか。かつてイエス様がペテロに尋ねたことがありました。あなたが私を愛していますか、という問いかけだったんです。それに対してペテロはね、はいと言って答えることができなかった。イエス様を愛するということは、その愛のことごとくを分かっていなければできない。ですから彼は素直にその言葉を言い出すことはできませんでした。私があなたを愛していることはあなたがご存知ですといったような、ちょっとですね、こう言い回しが、そういうような言い回しで答えているんですね。パウロはここでエフェソの教会の兄弟姉妹たちに愛のすべてを理解してほしい、そのように考えていたんですね。そして祈っていました。その愛の広さ、長さ、それから高さ、深さということです。この言葉を言った時にパウロはね、多分もう本当にこの宇宙大の広さ、そういうものをですね、念頭に置きながら無限に広がっていくところの地平線、あるいは私たちの足元のあるところの地の深さ、あるいは海の深さといったものを思い起こしながら、神の愛の高さ、広さ、長さ、高さ、深さというものを神の
あなた方は理解してほしい、そういうふうに祈っておりました。本当にただ抽象的に神の愛の高さ、あるいは広さ長さ、あるいは高さ深さといったようなことをですね、思う以上にこれは何によって表されたんでしょうか。十字架ですね。神の愛道はイエス様の十字架において表された。皆さん十字架のことを考えてみてください。まあここにも十字架が、まあここにも十字架がありますけれどもですね、十字架は縦軸と横軸からできていますね。これは本当に一つの、私は神の愛を示す象徴であろうと思います。もう縦軸は天にまで届く神の愛です。この下の軸はですね、もう本当に海の深さにまでも届くところのもの、横軸はそれはもう世界の果てにまで届くところの象徴としてこの十字架を表されていると思うんです。もちろんイエス様が十字架にお付きになった時にはそんな意味は、多分ローマの兵隊たちはそんな意味を持って十字架を用意したわけではないと思うんですね。当時死刑に、人を死刑にするための道具は十字架でありました。イエス様の前にですね、200年ほど前のことですけれども、多くの人たちが、当時のギリシャ政府がこのローマを支配してた時のことでありますけれども、たくさんの人が十字架につけられました。街道にずっとそれが建てられたと言われておりますね。そういう、それは本当に残酷なものでした。人間が取り得るところの最も醜い、そういうものが、しかしなんと神の愛を表すところのものへと、これを神は逆転して変えてくださった。人々に対する神の無限の愛を表すものとして十字架を示された。聖書の中に、神は実にその一人子を賜るほどによう愛した、私たち一人人を愛するためにイエス様が世に遣わされてきた、世に遣わされてきたというのは、ただ来ただけではなくて、私たちの罪の全てを許すためであり、その罪の許しの贖いとして十字架があった。人間が考えるところの最悪のものを神様が考える最善のものへと変えてくださったのが、この神の愛だということですね。ということはね、神の愛から漏れる人は誰もいない。神が愛であるといって、私たちが神によって愛され、神様に愛されている、その愛が、その愛から漏れるところのものは私たちで誰一人いない。地上に誰一人いない。私は神の愛から漏れた孤独な人間ですという人は誰もいないんです。十字架の縦軸の上端は天にまで届く神の愛を示します。十字架の下の下端と言いましょうが、下の方はそれはもう本当に全てのどんなところにいるところの罪人をも許すところの神の愛を示します。そして横木は
両端は目に見える領域を超えてはるかに限りなく広がっていくところの神の恵みです。これは神の愛から漏れるものは誰一人いない。神の愛はイエス・キリストの十字架においてすべての人々に表されていること。この神の愛の広さ、そして長さ、そしてこの神の愛の高さ、深さ、これをあなた方一人一人が本当に知ることができるように、これがパウロがエペソの教会にいる一人一人の方々のために祈っている祈りです。私たちは神の愛の浅いところで満足してはなりません。本当に神様がどんなにか自分が愛されているかということを私たちの生活の生き方の中に、歩みの中に、私たちはそれを本当に信仰を持って捉えていく捉え方を、営みを私たちはすることがどんなにか大切でしょうか。第2番目に見ていただきたいことですけれども、すべての聖徒とともにという言葉、18節に目を留めてください。18節にすべての聖徒たちとともにという言葉から始まっておりますね。すべての聖徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようにとあります。すべての聖徒とともにです。言葉を変えて言えば、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さは教会という交わりの中で満たしていき、経験することができる愛だということです。言うまでもなく、信仰はある種個人的に本当に自分の信仰ですね、神の前に決断をするときによって私たちに与えられていくものであります。そして自覚的な信仰に行く、決断していく信仰ですと同時に、信仰の養いは教会的な働きです。教会の交わり、生徒たちといわれるクリスチャンの交わりの中で神の愛の広がりを私たちは経験していくんです。私は今年のチャーチボコードのスローガンって、私は本当に素晴らしい言葉だと思っております。愛は立て上げるということですね。これはスペースのことで全部書くことはできませんでしたけれども、愛は立て上げる、愛、愛、愛とこうなってるんです。最初の愛は出会う愛なんです。で、2番目の愛はお互いに愛会するという愛なんです。で、3番目の愛はラブという意味の愛ですね。まず愛というものは、神は愛は立て上げる、でもそれはどういうふうにして立て上げることができるのかであれば、あるとかというならば、それはまず人と人との出会いから始まります。孤立してただ一人の人が、無人島のような中に一人の人が、人間がそこにポツンといて、そして私のうちにも神の愛があると言って、もちろんそこでも神の愛を理解することはできるかもしれませんけれども、それはその人の心の中での一人だけのものになってしまう。ところがそこで誰か2人、3人、4人と出会うことによって、その愛が増幅されていくんです。ですから愛というものは出会いによってさらに鮮やかに確認されていくんですね。そしてもう一つの最後の2番目の愛はフェイストフェイス、
顔と顔と合わせて会うという愛なんです。それが愛に成長していく。すべての生徒たちと共にとありますけれども、まさに愛というものは誰かと触れ合うことによってその愛が確認され、また増幅されていくんですね。今の時代にね、ネットの時代でありますので、あるいは電波の時代であります。これがね、今キャッシュレスとかね、お金持たなくても物を買うことができるという時代になりまして、なんかカードを持ちましてですね、それでもってもうポッポッポッと物を買うことができるようになる。お金なんかもういらない。これがね、信仰の世界にもね、中にはあれはお互いに教会行かなくてもいいのかもしれない。ネットの世界で神様を礼拝することができるようなバーチャルな、そういうのをバーチャルと言いますよね。現実ではない世界の中で神様を礼拝しても、それでも間に合うといつの間にか人を考えしてしまうようにね。時々ですね、教会に行くのができない、行かないことを言い訳する、言い訳の中にですね、テープで聞いてますからもう大丈夫です、先生の話聞かなくてもテープで聞いてますから大丈夫ですとか、 CD で聞いてますから大丈夫ですからみたいなことに言われる時があるんですけどもね、それはね、本当に誤解であるとか、いろんな形でもってどうしても教会に来ることができない方が自分の信仰の養いのためにCD であるとかテープであるとか聞きながら信仰を養うということは、それは素晴らしいことだと思います。でも礼拝とそれとをひっくり取り替えることができると思うならば、それは間違いです。皆さんよくお知らせのですね、村上兄弟がこの教会の、YouTube をアメリカ地球の反対側でそれを見ていて、そして、彼は、日本に帰ったら今年教会行こうと言って思ったそうです。でもその時彼はね、それを聞いてて教会行かなかったわけではないんです。アメリカの教会行ってたんです。アメリカの教会行っておりながら、そこで信仰を持って信仰のを持って洗礼を受けたわけですけれども、でもその中でとやはり日本人ですから日本語の説教を知りたい、聞きたいということで検索しているときに、この教会のものが見つかったんですね。それで養われた。ですから誤解しないでください。私たちがネットの世界の中で、バーチャルな世界の中で、私が神の愛を確認することができるかというと、それはできないわけではないけれども、それが完全ではないですよ。やっぱり大切なことは、パウロなんて言うんですか、すべての生徒たちと共にと言ってるんですから。ですから教会のエペソの教会の兄弟姉妹たちが本当に一つになって互いに愛し合いながら、そこから神の愛を受けた、個人的に神の愛を受けた者が今度は人と触れ合うことによって、その愛がさらに増幅され、そして神の愛のもっと素晴らしいもの、それは神の愛の広さ、長さ、そして高さ、深さというものをいよいよ深く知ることができるように。ですからここにはね、愛を立て上げると言われたその愛の中に愛愛愛があるんですね。
そういう意味ではね、今年の私はスローガン、とても私は素晴らしいと思うんです。最初私はね、内政部の方たちがその今年のスローガンをそれ発表した時にですね、なんとなしきにね、長たらしいなと思ったんですよ。スローガンってなんかこうね、韻を踏んだような形でパッとこう言ったものに見えた方がいいのかなと思ってた。でもね、私はこれをですね、言葉を前にしながら黙想しておった時にですね、本当にこの言葉は素晴らしい言葉だなと思えるようになったんです。愛は決して一人ぼっちで天国に行くことではないんですね。すべての生徒たちとともに神の愛の広さ長さ高さ深さ、それを私たちが知っていくということですね。その意味ではキリスト教の信仰は決して孤独な信仰ではない、そうではないんですね。兄弟姉妹たちと共に神の恵みを愛を私たちはうなずきながら確かめ合いながら、私たちはそれをいよいよ深さを理解していくものとなっていく。そういう意味では教会はそれでは神の愛を完全に広さ長さ高さ深さを完全に知ることができるか、そのための教会かというと、確かに現実の教会ではそうは言うけれども、なかなか理想的なところではないような現実もあるかもしれない。でもね、逆説的になるかもしれませんけれども、むしろ教会の不完全さはある意味において神の完全さをそこに示しているということができると思うんです。神の愛だからこそ、神の愛の完全さが私たちに知らされていくんです。自分のうちの不完全さ、自分のうちにあるところの愛の不完全さを、賭けを私たちが感じた時こそは、その賭けを満たしたいと思うところの神に対するところの願いが、それを満たしたい、その神の愛をですね、満たしていくところの信仰の営みがそこに出てくるからです。私たちは全ての生徒たちとともに神の愛の広さ長さ高さ深さを私たちは知ることができるように、パウロがそう祈ってるんですから、それができないということではないんです。それが可能なんです。神の愛を、完全な神の愛を私が知ることができるように、そう祈られてるんですから。第3倍のことについて申し上げたいと思います。それは人知を超えたキリストの愛であるということです。19節ですね。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。それがパウロはそう祈ってるんですから、もしそれができないようになったら、パウロはそう祈るはずがないんです。私たちが本当に生徒、全ての生徒たちと共に言うならば、言葉を変えていれば、平たく言うならば、本当にお互いが兄弟姉妹たち一つになって神の愛の広さ長さ高さ深さを知る、それはまた人知をはるかに超えたキリストの愛、その愛を知ることができるようにということ。そうしてこの神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますようにということ。神の愛に中途半端に私が満たされたようなところで満足してはなりません。本当に神のパーフェクトな愛の中に、
私たちは自らを見出すことができ、神の愛を自覚することができ、そして神の愛に生かされていくことができるものへとなっていく。神の愛、キリスト愛のすべてを知ることは、人の知恵とか人の理性で測ることはできない。それはそのような人の知恵とか理性を超えた神の領域ですから、信仰の領域です、領域です。だから先ほど祈りの1番と2番をですね、省略したような形で3番から入ってきましたけれども、いろいろ課題の3番から入ってきましたけれども、まず16節のところを見ますなら、もう一度16節に戻るならば、それが16節で、道が栄光の豊かさに従って内なる人を強くし、御霊によって力を持ってという言葉がそこに書いてあります。あなた方の内なる人に働く御霊によって力を持ってということ。17節にも、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださるという言葉がありましたね。神の愛に私たちが満たされる、その愛の素晴らしさ、その、ですね、その広さ、長さ、高さ、深さ、そんな神の愛を私が知るということは、本当はその前の段階であるキリストを我が内に住まわせるということです。信仰を持って我が内にキリストがいますという信仰のところですね。イエス様を心の内に常に覚えることでしょうね。イエス様によって心を支配されていくようなこと、これがパウロが私たちのために祈っておられる。私がイエス様を信じるときに、イエス様を心に受け入れたときに、そこが出発となっていきます。そこが出発となって、そして私が本当にどんなにか神に愛されているかということが分かったときに、私たちはこの神の愛からもう離れさせるものが、どんな問題が私たちの周りに起きてきたとしても、そういう問題によってこの愛から私たちを引き離すものは何もない。先ほども賛美にそのような賛美がありましたけれども、パウロがそう、ローマ書の9章で言っている言葉もそのことです。完全な神の愛に生かされていくことができること、私たちがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるように、なんとこれ驚くべきことだと私は思うんですね。かつて私たちはこんなことはできませんでした。もう自己中心な存在、もう自分中心でものすごく考えしかことしかできない存在だった。そんな私たちが神様に愛されていることが分かったときに、その愛がどういう形で私に表されたか、その私たちの自己中心な私たちのために、すなわち言葉を変えて言えば罪人に過ぎない私たちのために、イエス様が十字架において私の罪のすべてを許してくださっただけではない、私が神の前に近づくことができるものとされたということ、そして神の前に私が本当に神の愛に触れて、この神の愛の全幅の神の愛を私が理解するものへと変えられていっている、
これがクリスチャンの私に与えられた救いです。神の完全な愛を、全幅の愛をですね。神の愛の一部ではないですし、私が神を知るっていうのは神の愛の、かけらを私たちが知るというだけではないんです。パウロが言っているのは神の愛の全幅の愛、その広さ長さ高さ深さ、そのすべてをあなた方が理解することができるように、これがクリスチャンのありようです。聖書的なクリスチャンのありようです。聖書的なクリスチャンのスタンダードです。聖書的なクリスチャンがどのような生き方をすべきかということのありようが、パウロがこの祈っている。だから彼は立って祈るような余裕ではなかった、ひざまずいて祈っている。しかも自分がいるところは本当に牢屋の中でした。冷たい石の牢屋の中に。でもそこは彼の心は本当に熱く燃える心を持って、エフェソの教会のために、ということは全ての教会のためにです、ということは全てのクリスチャンのためにです。今日の世代を超えて、今日の私たちのためにパウロは祈っている祈りです。聖書の基準です。これが神の愛に私は到達できませんなんて言ってはいけません。そうではないのです。できるのです。キリストをうちに住まわせるときに、御霊によって、御霊に、うちなる人に働く御霊によってそれが可能なのだというんです。信仰によってキリストのうちに住まわせたときに、それが可能とされていくことである。日本人はいろんなですね、謙遜なところを言うのが好きで、いやいやいや、まだまだ私の信仰はそこまでいきません、そういうところまで到達するには何年かかるか、まあね、30年やってきたけどまだまだ道が遠いです、さあっと、もっと何年かかるでしょうかね、生涯私が一生かかってもそれは難しいでしょう、なんていうのが大体日本人が言うところのね、言い方なんです。これはでも聖書的な判断では、スタンダードではありません。そんなこと言っちゃいけないんですよ。信仰の世界はそうではない。パウロが祈ってるんです。本当に神の前に心を明け渡して、キリストはがうちにいますという信仰に立った時に、この経験を私たちがすることができる。私の経験であれ、皆さんの経験となっていくんです。そんな日本人的な、日本的な謙遜でもって、またまた、まあ、もうこういうものはなかなかね、素晴らしいね、尊い、奥が深いですから、私にはとてもとても、なんていうことがね、一見謙遜に見えるけど、これ不信仰なんですよ。絶対これは謙遜ではない。言わせていただければこれは不信仰で、神の前に私が本当に心を明け渡して、心を私にイエス様を受け入れた時に、キリストはうちにいますという信仰に立った時に、私はこの神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるものへと変えられていく。それが私たちの世界です。信仰の世界です。クリスチャンの世界です。パウロが祈って描いた
その世界です。そしてこれはイエス様によって実際に成就しうる世界です。神の前に感謝をしましょう。お祈りいたします。天の地なる神様、順調をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができますように。それがどれほどのものであるとしても、それを理解する力を持つようになるように。これがパウロの祈りでした。主よ、あなたは私たちにその愛を知ることができるものへと選び取ってくださり、あなたの子としてくださり、あなたの愛を知るものへと変えてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがこの神の愛に生かされていき、互いの間においてそれを本当に確認しながら、主の栄光を拝していくことができるように変えてみてください。すべての生徒たちと共にとありましたから、主にある教会、兄弟姉妹たちの間においてそのことが確認していくことができるようなお互いであり、教会生活であることができますように助けを与えてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。